BT-DB-19-DXD-1 飛行する BT-10815 号機 BT はアメリカ合衆国のノースロップ社が開発し第二次世界大戦中にアメリカ海軍で運用された艦上爆撃機である。本機の方のうち XBT-2 は SBD ドーントレスの原型となった。またダグラスでは一機を DB-19 として 試験を行い、帝国海軍では1機の BT-1 を DXD-1 として試験を行った。アメリカ海軍は急降下爆撃機という新たなコンセプトに基づき、国内の各航空機メーカーにこの新機種の協作を求めた。ノースロップ社ではジャックノースロップのコンセプトに基づいて、エド・ハイネマンが設計した案を海軍に提示、最終的に ノースロップ社の機体が採用された。試作機は1935年8月に初飛行し、54機が生産され、アメリカ海軍航空隊に配備された。アメリカ海軍は改良型の XBET-2 の開発を命じたが、ノースロップ社はダグラス社に吸収合併されたため、XBET-2 はダグラス社によって開発が継続され、 SBD ドーントレスの原型機となった。太平洋戦争開戦後には、実戦部隊からは引き上げられ、練習機として運用された。なお、生産機のうち1機は、日本海軍に売却され、ダグラス BD 爆撃機としてテストされた。BT-1 海軍第5爆撃航空隊の、所属機1938年4月の撮影。ありがとうございます。